では次は、これまでやったいろいろなフレーズをすべて、まあ、織り交ぜながらですね、ソロを2つほどやってみたいと思うんですけれども、まず1つ目は、皆さんもご存知だと思うんですけども、まあ、スティーブ・ガッドという人がおりますけれども、僕も一度だけやったことはあるんですけども、もうすごい重たい人でしたが、人間もちょっと重いというか暗い感じの人でしたけど、彼と、まあ、私の、対決というと、まあ、おこがましいので、彼が叩いたと想定いたしましてですね、そういった風にドラムを打ち込みまして、私とのコンビネーションソロというのを、まあ、キーはいいというか一発もんという感じでやってみたいと思いますが、これは難しそうです。自分で作って、墓穴を掘ってしまいましたけれども、次はですね、キーもデイに落っことしまして、ちょっとフリーなソロを、やりたいと思うんですけれども、ちょっと準備をするためにベースも置いてですね、ではチチンプイプイのパッというわけですね、やっと大団円を迎えることができるわけなんですけども、私もアディダスに着替えまして、それでは一発ブワッとぶちかましてみたいと思います。